ボンジョルノイッチです。なるです。ただいまー。ただいまー。帰ってきましたよ日本。イタリアに染まってたからね。なんであの髪してないの。じゃあれはもうなんかうちらイタリア染まったから、うん、なんか帰国っていうより来日って感じじゃない。そうだね。ハロー。ボンジョルノでしょ。今日はイタリアで買ってきたお土産のお話をしたいと思います。まず最初に行ったベネチアのブラノ島で買ったこちらの絵です。いやすごくないこれ。写真とかじゃないんだよ。印刷とかでもなくて、ね、手書きで描いたんだよね。あとめちゃくちゃこのカラフルさがいいよね。やっぱブラノ島らしいっていうか、うん、なんかさ売ってるお姉さんがさ、うん、といろいろ話したよね。話した。 You drawing? Me and my father and my brother. あ、チャオチャオ。なんかあなたが描いてるんですかって言ったら、うんうん、お父さんと兄弟が描いてるって言ってたね、うんうんうん、ここに飾ろうと思います。すごいな。ジョンソンとのコントラストがすごいな。ぴったりじゃないあそこ。続いてはじゃん。ベネチアのゴンドラの置物。すっごい細かいところまでできてるんで、うん、女の子が2人乗ってんの。あのフォトジェニックな船頭さんがいるの、うんうん、もうまさにね私たちがベネチアで乗ったゴンドラみたいな。最高の船乗りさんでした。やっぱすごい楽しかったからこうやって記念に残るもの買いたいなと思って買ってみました、うん、隣の植木鉢とすごい形似てない。あれこんなかな。続いて大きいよじゃーん。これベネチアングラスの、うん、あのガラス細工でできてるやつです。すごいお店のお兄ちゃんがねもうとってもフレンドリーだったね。そうどんどん買っちゃった私たちも、うん、その人の良さに釣られて、うん。ベネチア最後の夜にお土産屋さんでベネチアングラスのお店に来ましたね。ね。パフューム入れ香水品。そう。でなんかさプリンセスとかがやる、うん、そうこうやってシュッシュって吹きかけるタイプの入れ物を買いました。ベネチアングラスすっごい本当綺麗だったよね。色鮮やかでね、うん、色鮮やかな中で結構割と渋い色が選んだなって今書いてきて思うけどねなんかインパクトあるやつ欲しいなと思ったら、うんうんうん、光に当てるとすごいキラキラするんだよね、うん、綺麗、うん、でそのお兄ちゃんがすごく親切で色々教えてくれたので、うん、そちらの動画見てください。どうぞ。ハロー。おーハロー。This is Murano glass. Mm. It's Calcedonia. It's the first glass that in the island. Mm. After we make all the other things, like this or like this. But the first one is that one. Look at how is inside. It's not painted. It's the glass like this. Glass? Yeah. And we can make a lot of things like this. Wow. Look at on the light. Oh, clear. Oh. Very beautiful. Calcedonia. Calcedonia. Yes. Bye bye. Grazie. Grazie. なんかお店始めたばっかりらしいのね。ぜひ皆さんイタリア行った際は話しかけてみてください。うん。いいんじゃない？うん。なんか大人っぽくなったね。うん。最後にやっぱね、うん、イタリアそしてローマ行ったじゃん。もうローマといえばこれみたいなお土産じゃん真実の口。これでねいつでも真実の口に手をねこうね入れられることができると。あ入れちゃった。あれちょっと抜けない。あ抜けない。みたいなごっこもできるわけですよこれなんか真実の口ってあれだったんだってマンホールだったんだってもともと。えらしいよ私後から調べて。なんかすごいなんか一並び屋がだんだんゴージャスになってきてるんじゃない、うん、またこうやって旅行行った時にさ、うん、お土産とか置いてけたらいいね。そうだね。まあこうやって物も買ってきたわけだけど、うん、みんなにはお土産話をしようかなと思います。どうだった全体でイタリア旅行。全体ほんと全体にまとめて言うと、うん、自分の英語に自信を持ってた。えさあほらよく見えるでしょあれ。サーバスサーバスサルボドルフラガモです。なんかね最初はねやっぱ、はい、あの入国審査も怖いなとか、うん、なんか話しかけられたけど何喋ってんだろうこの人とかね思ってたんだけどなんか最終的には声かけられるようになったからね。 I'm from Japan
突然の自己紹介。多大な向こうの聞く力を強いる感じだったよ。言葉じゃないんだなって。共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。高橋優さん。3都市回れたってのがいいなと思ってね、うん、濃密だった。最初に行ったのがベネチア、うん、ブランド島は私すごい楽しかったな。写真撮るのも私すごい楽しかったもん。インスタ映え感がすごかったよ。あとゴーのリゾットがすっごい美味しかった。初めて聞いたゴーっていう魚ね。本当になんかミシュランで星を獲得してるお店で、そうそうそう、もうね、あそこ行ったら絶対あそのお店行ってほしい。あとなんかツイッターでコメントもらったんだけど、あの YouTuber さんに目撃されてた。そう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 、なんかビビアンド肌美丸さんっていう方なんだけど、うん、私イタリア行く前にちょうどイタリア旅行のすすめみたいな動画見てて、うんうんうん、あの方だって。なんか動画にコメントもくださって、そう、ありがとうございます。あとやっぱベネチアといったらゴンドラ。あー、ゴンドラなんか言えばもうちょっと値切れたりするらしいよ。あ、そうなの。ゴンドラに乗り込むところによってこう、うん、回れるルートが違うんだってみたいだね。で、私たち調べておすすめだった魚市場前っていうところから私たちは乗りました、うんうんうん、まあ乗り比べてないのでどこがいいか分かんないんですけど、うん、同じ体験を同じ景色を見たい人は魚市場前行ってみてください、うん、フィレンツェは？フィレンツェはもう街中が革の匂いした。やっぱ革製品がね有名だから、もういろんな、でも右でも左でも革と教会がすごいっていう。そう、教会はすごいなと思ったわ、うん、このイタリア旅行の中でも私フィレンツェがすごい一番なんだろう感動した。あとあんまり動画には出してないんだけど、うん、あの中央市場がすごい盛り上がってました。うん、建物の中にお肉の築地みたいな。そうそうそう。お肉とかなんかキノコとかお魚とかなんかそういうのがちっちゃいお店がたくさんバーって売ってて、うん、そこで買ってその場で食べれるっていう、なんかみんなが立ち寄りやすい、うんうん、こう庶民の台所的な感じじゃなかった。人が多かった。あとドーモは絶対見た方がいいよ。いや、すごかった。もうね、想像の、うん、想像を超えてきたのね。想像の、うん、ここってか。お母さんに聞いたんだけどさ、うん、あのミラノにもドーモがあって、うん、そっちも相当すごいらしいよ。へえ、今回ね、ミラノ行かなかったからね、うん、行きたかった。行きたいな。またイタリア？イタリア人染まっちゃってるよ。なんか私イタリア人的なもの感じるってコメントが来てたんだけど。お、だっていつのお父ちゃんイタリア人だもん、ね。語弊がある。そう、ローマ行ったじゃん。うん、ローマのテルミネ駅、うん、本当に気をつけた方がいい。気をつけててもあるわ。私がですね、超危なかったの。スリに会いそうになりました。なんか周りに女性に突然囲まれてよくわからない言葉を。かけられ、何何と思ったら結構あのコートをポン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 ってやってたので多分なんか探したんだと思うんですが、私のには何が入ってくるんですか。私の身代わりになってくれたのがこちらこちらこちら。混雑してる時より空いてる時の方が危ないらしいよ。へえ。逆に混雑してると周りの目も多いし、あと捕まえる人もこう増えてきちゃうじゃん。あー、そういうことか。逃げ道がなくなる。確かに。だから空いてる時の方が気をつけた方がいいらしいよ。日本人狙われやすいっていうからね。ジェラート感動したな私。美味しかった。日本でジェラート屋探したいもん。あのイタリアンジェラート屋探したい。探したい。あるかな。やっぱさ、ほんと全然違うなと思ったのよ。なんかね、こってりしてる。ヌテラがすごいのね、もうヌテラ。なんか日本にいた時ニュースになってたけど、うん、ヌテラ人気やっぱ半端ないみたいだね。あ、あれでしょ？ヌテラが通常のなんか 70%、80% ぐらいオフで売られた時に、なんかすごい人気だったっていう。すごい混雑した。で、全体的にイタリア旅、うん、すごい楽しかったんだけど。楽しかったー。やっぱ初海外のナル語録がね、出すぎましたわ。いや、言うてそんなだよ。なんかすごい、あの、なるなるイングリッシュすごい、みんな面白かったって言ってくれたからよかったね。いや、やりたいね。なるなるイングリッシュの動画私撮りたいもん。私、全然日本食恋しくなかったのよ。あ、それだ。これは私の友達から聞いたんだけど、日本食が恋しくなってとかするって聞いて、豚汁とハニガシの味噌汁。なんか、なんか海外旅行行くとさ、その現地のもの体験しようとか、うんうん、現地のもの食べようってなるじゃん、うん、だから日本食食べてる暇とかないよね。なんかそれでお腹いっぱいになっちゃって。そうそうそう。なんだ、肉、パスタ、リゾット、チーズ、オリーブ、ティラミス、うん、みたいな。ただ1ヶ月とかもっとロングスパンで行くと留学とかね、うんうん、恋しくなるってそういうことだったんだろうな。スーツケースの中がパンパンになると思うんだ、うん、だからそういう時に
減らしていくのはやっぱスリッパとか、うんうん、ネックピローいらなかった。出すのが逆に結構めんどくさくて、うんうん、あとカタール航空がとっても快適だったのでね、それもあるかもね、うん、でも国際交流じゃないけどなんかほんとたくさんそういう言葉が違ったり文化が違う人と話してなんか自信がついたなって、なんか世界は広がったんじゃん、うん、ほんとね。みんな今さ、私がすごい伝えたいのはみんな今さ、英語とか勉強するじゃん、うん、で、私学生時代もう英語本当に苦手で、もう英語なんて私別に外国そんなに行く機会ないからもういいよって思って勉強したの。英検もね、5級のままって思ってたの。なんだけど、やっぱりこうやって海外に行ったことを経験してもう喋れって日本語もおろかだね伝えたい言葉が何をしてほしいとかじゃなくて、これやってくれてありがとうとか、これすごい楽しかったとか、もうそういうことをね、すごい伝えたくなるの。なんだろうね、今ね、絶対英語もっと勉強しといた方がいいよ、ほんとみんな。オリンピックも来るしね、あ、日本に会話する機会もあるかもしれない。生きてる感覚が変わった私は日本の東京だったり大阪だったりね、北海道だったり、いろんなとこにいるわけですよ、うん、当たり前じゃないんですよ。だから海外に行けば海外にだって住めるし、未来はね無限大だと思うんですよ。日本に絶対とどまっておく必要はないわけじゃん。私思ったのよ、こうやって海外行ってさ、まあ、イタリア行ったけど日本人もさ、そこで生きてる人もいるわけじゃん、うん、だからチャンスとかが夢があれば、うん、その場所に行ってそういう生き方もあるわけよ、はあはあ、でそれを決めるのは自分自身の決断じゃん。北海道も行ったけどさ、あの綾子さんみたいな感じでさ、綾子さん、綾子さんもさ、話聞いたらさ、あの元々さこっちにいたけど自分の決断で北海道に行って暮らしてるわけじゃん。でガイドさんやってるんだよね。だからすごいなと思って、旅で知ることって多いなって思うね。ということで、ね、うん、イタリア行ってきたわけですけど、うん、なんかこれからも機会があったら行ってみたいね、旅行。行きたい。国内もね、まだ行ってないところたくさんあるし。あるある。うん、3月には関西コレクションにも行くから、うん、大阪のみんなにも会えるからね、うん、これからも旅行とかで参考になる動画届けたいね。うん、ということでまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。チャオ。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな。まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。